皆さんこんにちは、助産師のしおりんるです。性の話をもっと気軽にオープンにというテーマでいつも動画をお届けしています。今回はプレパパ向け10分講座ということで、お仕事が終わって寝る前の10分、もしくは会社に向かう電車の中の10分、そういった隙間時間を使って出産準備に必要な情報をお届けしていこうと思います。今日のテーマは、妊娠が分かったらまずすることというテーマでお話をしていこうと思います。パートナーの妊娠が分かってプレパパになった、自分は父親になるんだ、そういうスタート地点に立った皆さんにまず取っていただきたい最初のアクションをお話ししていきます。チャンネル登録お願いします。ということで、最初にしていただきたい第一歩は、自分で学べる環境を作るということです。出産準備のマインドセットという動画でも、妊娠出産育児について、父親になる皆さんが主体的になるということが非常に重要であるというお話をいたしました。その主体性を発揮する第一歩が学ぶということだと思います。お母さんたちは妊娠をすると自分の体に様々な不快な症状が起こったりします。例えば頻尿になったり、つわりが起きたり、そういった不快な症状を経験していると、自然にこれっていつまで続くんだろう、なんで今こういうことが起きてるんだろう、自分の体について興味が自然と湧いてくるので、自主的に妊娠についての情報を収集したりして学んでいくものだったりします。だけれども、プレパパになる人の体には目に見える変化っていうのが起きてきません。だからこそ、自分で学ぼうとアクションを起こさない限り、情報が入ってこない、そういう事態につながることが多くあります。そしてそのうちに、パートナーはなんだかよく情報を持っている、でも自分は情報を知らないから、気がついたらなぜか先生と生徒みたいな関係性になってしまっていて、対等なチームメイト、プロジェクトメンバーみたいな感じよりは、わからないことを教えてもらう、そういう立場にギャップを感じるような状態になりかねないんですね。だからこそ、プレパパの皆さんには、妊娠が分かったらまず自分から情報を取りに行く、そういうアクションを起こしてみていただきたいなと思います。パートナーの妊娠が分かったら、まず取ってほしいおすすめのアプリを2つ紹介します。1つ目がパパになるというアプリです。このアプリでは、赤ちゃんの出産予定日を登録すると、妊娠週数に合わせて、今赤ちゃんはこんな風に育っているよ、こんなことができるようになったよというようなタイムリーな情報を知らせてくれたり、妊娠中から出産の当日まで、いつ頃にどんなことをする必要があるのか、そういったことを情報として得ることができます。1日1回このアプリを開いて、なるほど、今日の赤ちゃんはこんな感じなんだ、これからこういうことが必要になっていくんだという情報をタイムリーにゲットしているとですね、パートナーの方とのコミュニケーションでも、すれ違いやギャップを感じるということが少なくなっていくのではないかと思います。それからもう一つおすすめのアプリが、ポツキ10日というアプリです。これは妊娠した女性のもうほとんどの人がダウンロードしていると言っても過言ではないかもしれない、すごくメジャーなアプリなんですけれども、これもですね、情報としては、毎日の赤ちゃんの成長についてとか、妊娠中や出産まで必要な情報っていうのを教えてくれるアプリという意味では、先ほどご紹介したパパになると内容は重なる部分もたくさんあると思うんですけれども、こうパートナーと共有してですね、一緒に日記をつけられたりとか、あとは妊婦検診の結果とかスケジュールみたいなものをカレンダーにお母さんが登録してもらうと、それをパートナーが共有して一緒に見れたりするような機能もあったりするんですね。で、実際にパートナーの方が妊婦検診に行って、今日のエコーはこんな感じだったとか、赤ちゃんこれくらい成長してたとか、何か心配なことがあったら、その心配事とか、そういったことを記録してくれるとですね、こう仕事の休み時間とか帰り道とかにちょっと見ると、その日の状況っていうものをこうスムーズに共有することができると思います。なかなかお仕事が忙しかったり、まあ、今はコロナ禍でそもそも付き添いができなかったりとかで、病院に一緒に行けないとかね、そういった方もすごく多いんじゃないかと思うので、実際に現地に足を運ぶことはできなかったとしても、同じようなスピードで必要な知識を得ていく、そしてタイムリーに今自分の子供に起きていることを把握しておく、そうやって一緒に歩んでいくこと、丁寧にコミュニケーションを取っていくこと、そういうことの積み重ねが、出産子育てというビッグプロジェクトに一緒に臨んでいくという、そのチーム感を育んでいくんじゃないかなと思います。もしかすると、妊娠しているパートナーは自分の体のことなんだからよくわかってるはず、だからそれを教えてくれればいいと、そんな風に思う方もいらっしゃるかもしれません。だけれど、もし自分が今まで体験したこともない初めての病気にかかったとして、すごく不快な症状があって、体に不調を感じていて、何かおかしい、どうしたらいいんだろう、これって今自分どういう状況なんだろうって思うとき、一生懸命インターネットで情報を探して、なんとか自分のことを把握しようとしたり、その症状を少しでも良くするための工夫っていうのを一生懸命調べたりすると思うんですね。妊娠っていうことだって決して病気ではないけれど、今まで自分が経験
したことないような体の不調を感じたり、今までと同じように生活ができないような困難を感じたりする出来事であるのには間違いがなくって、それを経験しているお母さんたち自身も自分の体のことだから自然にわかるわけではなく、今まで経験したことないような困難に直面して、それをどうにかしなきゃいけないから一生懸命情報を収集して学んでいこうとしてるわけですよね。そうやって必要に迫られて学んでいるか、必要に迫られてないかの違いだと思っていて、自分で調べなくっても必要に迫られて頑張って調べたパートナーが教えてくれるかもしれないけれど、自分も育児の当事者であろう、主体的であろうと思う方であれば、パートナーが労力を割いて頑張った情報をもらうだけでなく、自分が主体的に学んだ情報をもとにコミュニケーションを取っていただけたらなって思います。はい、ということで今回は妊娠が分かったらまずしてほしいことというテーマでおすすめのアプリを2つご紹介してみました。何か参考になれば幸いです。そして今後も動画を見てみようと思ってくださった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録も押していただけたら嬉しいです。取り扱ってほしいテーマなんかもコメント欄でリクエストいただけたら順次お答えできるようにしていこうと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。